皆さんこんにちは。おさチャンネル、本日は魚の煮付けをご紹介していきたいと思います。煮付けはね、あのどうやってやろう、焼き豆腐やったらうまいよ。焼き豆腐おいしい。煮汁を焼き豆腐は吸って倍うまい。あ、なるほど。ボリュームアップ、コストは払ってそうで豆腐一丁40か50円ちゃうの。うまいやろ。ボリュームアップしてうまいし、好き嫌いなしで骨がないんやから。そうですね、ありがとうございます。じゃあ2つこれ今日行かせていただきます。味付け、火加減、炊く時間。はは。煮付けは、あ、やりすぎると硬くなりますしね。そうそうそう、味付け、火加減、炊く時間。煮付けってね、やってみるまではなんかちょっと難しそうっていう感じがあるんですけども、ちょっとごめんごめん、やってみたら超簡単なんです。しかもうちは道具の力を借りますので、この動画のためにいろいろと研究してみたんですけども、大丈夫、うちが一番簡単です。魚料理の幅を広げる一歩目ということでね、ぜひ動画ご覧ください。生姜はきれいに洗ってそのまま千切りです。皮付きですよ。豆腐は大きめにコロッと。さあ準備はね、これでおしまい。魚に切れ目とか入れなくていいですからね。もう余計なことは一切しなくていい。それではお料理始めていきましょう。今日はこれ18センチのお鍋の分量です。調味料、これもすごい簡単でしょ。50、50、50。さらに生姜も入れて中火で加熱していきます。まず調味料だけを沸騰させていきましょう。クツクツクツっと調味料が沸騰してきましたら、ここでお魚を入れていきます。今日これ油ガレーです。かぁ、美味しそうやな。で、お豆腐も。そしたらこのまま中火で沸騰させていきましょう。結構すぐに沸騰してきますのでね、ここから火を小さくして、これぐらいのサイズですと5分間加熱していきましょう。さて5分経ったので中を見てみましょう。おー、いい感じじゃないですか。この段階でお豆腐 OK ですからね、もう先に取り出しておきましょう。お豆腐出たらちょっと煮詰めていきますので、火加減は中火に戻しまして、そしてこうやって上の方に少しすくってタレをかけていきます。こうやって煮込んでいってもアクが出ませんからね、そういうところも手間が随分省けます。何回かかけましたら、お魚やりすぎても硬くなってしまいますので先に取り出しておきます。この時に身がすごく柔らかくなってますので、これを使っていきましょう。大事に大事にお皿へ移し替えます。じゃあ、あとこれお汁は煮詰めすぎないようにしておいてください。あんまり煮詰めすぎるとね、辛くなっちゃいます。これだけ動画でしっかり絵として確認しておいてくださいね。これぐらいのとろみです。よーし、これで OK です。もしあったらここに白髪ネギでもかけたら完璧ですね。いやー、今日の煮付けいかがだったでしょうか。めちゃくちゃ美味しそうでしょ。臭み消しでお湯をかけることもなく、味が染み込むように切り込みを入れることもなく、水も使わないし、アク取りもしないし、もう難しそうな手間を全部省いてのこの出来ですからね。これなら一点やってみようと思いません？超絶おすすめですので、お魚の煮付け、得意料理の一つに加えちゃってください。